皆様お忙しい中本日はお集まりくださいまして誠にありがとうございます。それからインターネット中継をご覧の皆様お待たせいたしました。これより新日本プロレスの記者会見を始めさせていただきます。今日はですね、戦国演武絆プレゼンツ真壁闘技 20th アニバーサリーにまつわる記者会見を行いたいと思います。その前にですね、まずは主要カードですね、お手元に資料がございますが、今後の主要大会のカードを発表させていただきます。まず真壁闘技 20th アニバーサリー2月21日に予定しておりますが、この記念試合というのがメインイベントに組まれました。真壁闘技本間朋晃組対矢野徹石井智弘との一戦、メインイベントに30分1本勝負で組まれました。さてその後なんですが、2月の26、21と2日間 ROH を招いてのオナーライジング、今年も開催されます。ここではあの東京ドームでメインイベントを飾りましたケニー・オメガ久々の参戦、それから東京ドームで初登場しましたコーディも登場いたします。他にも ROH の選手が多数登場予定となっております。さらにはその後3月の1日後楽園ホールで行われますニュージャパンロード、それから3月6日の旗揚げ記念日、こちらは大田区総合体育館、両日ですね、タイガーマスク W の出場が決定いたしました。3月1日の方はタッグマッチで出場となります。今回タイガーマスク W はタイガーマスクと初めてタッグを結成しまして、岡田和親下道組と対戦、それから3月6日の旗揚げ記念日の方はNJPW 旗揚げ45周年記念試合と銘打ちまして、岡田和親とタイガーマスク W30 分1本勝負でシングルマッチが決定いたしました。この両日残りの試合についてはまた後日発表とさせていただきます。以上、今後の主要カードについて私から発表させていただきました。ではこの後は2月21日後楽園ホールで行われます真壁闘技 20th アニバーサリーに登場いたします張本人、真壁闘技選手をお招きしたいと思います。20周年記念試合、かつて GBH で構想が行われていたこのマッチメイク決まったわけですけども、それではご本人に登場いたします。 OK、 よろしく、はい、よろしく。なんだ、相変わらず静かだな、てめえらこの野郎。どうもこんにちは。真壁さん、先ほどですね、デビュー20周年記念試合の、組み合わせが発表されまして、真壁闘技本間朋晃組対矢野徹石井智弘という、記念試合の組み合わせが発表されました。いいんじゃない、はい、これを受けましてあのコメントいただいてよろしいですか。ああやっぱりなんだろうね、今のこの現時点での新日本プロレスの流れっていうのを俺は出さないと意味がねえと思ってるんだよね。だってお前、真壁闘技20周年だからという特別な試合組んでもしょうがないと思うんだわ。これで今ね、構想中って言ったらおかしいけど、俺は一番許せない相手だからよ。矢野と石、それにこけしがついてんだろ、言うことないだろ。しかも毎回言ってる通りに、タッグチーム、タッグチーム同士のさ、普通の1対1だろな。だったらちょうどいいじゃないか。どうもいかんせん、3A を否定するわけじゃない。3A も 3A で、なんとかな、その場のその場の対応能力が研ぎ澄まさなきゃいけねえし、そこで負け込んでるからよ、はっきり言うよ、決着つけてえなっていうの、たくまちだろ、だったらいいじゃねえかよ、まあそんな感じだな、今聞いて、何を思うかということは、まあ不思議と、奴らとは戦う運命であるんだな。今回20年ね、この節目に、20年という節目においてもやっぱ戦うんだなと思うよな。まあいいんじゃないの、それが、俺の生き方だと思うし、いいんじゃない。それでは質問も受け付けたいと思いますが、ご質問のある方いかがでしょうか。はい、お願いします。今のお話ありましたけども、まあ、改めてその石井矢野というのはその、まあ、GBH を結成した、まあ、初期メンバーというかの、まあ、因縁の2人ですけども、まあ、そこからこう現在も構想中という意味で、まあ、この2人に改めて矢野選手、石井選手についてどう思うかというまあどう思うっていう気持ちは正直ねえよな。まあただなんかこう投げ合いでムカつく相手だなってのはお前な、対抗通信必ずいるだろう。そういった部分では去年おととしか石井ともベルト取り合ってるし、俺最終的に行かれてるしな、そういうのも含めて矢野の野郎にもこんなで行かれてるしな俺な、そういうの考えるとさ、なんとかな、20代のうちの後半10年あっという間に過ぎたけどさ、その中で GBH をさ
立ち上げた初期のメンバーでもあるわけだな。そいつらと、なんだろうね、戦いを続けてるっていう自分に、まあ十分なぐらい、感慨深いものもあるんだ。それと同時に、ふざけんじゃねえあのクソ野郎と思って俺は思ってるから、そういうのがやっぱりなんだろうね、積み重なってる意味が今があると思うから、いいんじゃないの。この間の北海道、そして、なんだ大阪か、俺たち直接は行かれてねえよ、直接行かれてねえけどさ、途中でよ試合から外されるような形でよノックアウトもらってんだろ。それがどうにもよ腹立つしやな、俺にしてみりゃ、もちろん本間にしてもそうだろうし、取っても取られてもよ最後まで、やんねえとエンジンかかんねえよ、北海道俺行かれてるもんな、そういうの考えるとよ、大阪は取り返せなかったしよ、ストレスが溜まる一方だよな、溜まる一方だけどよ、てめえの力でよ取り返さないと気が済まないからよ、ただそれだけだよな、やってやるよ。さて今お話も出ましたけども、まあ、その20周年の、まあ、記念試合で、まあ、横に、本間さんがいる、本間選手、このことに関してはこのことに関してどうですかって、別に何もねえけど、こけしだろ笑うじゃねえって何もねえよまあでもやっぱりあの GI 取った時もそうだし、俺が今のケイオスの野郎たちに弾かれた時も本間だけがついてきたろ、俺もう断ることで本間はさクソみそにしたし、ぶん殴ったし、こうじゃなきゃダメなんて、プロレスのノウハウというかさ、叩き込んだつもりもあるし、でだからといってっていうわけじゃない、奴自身の努力があったから今があるだろう。昔はさ単なる俺のさカバ持ちだと思ったよ、だけど今はさパートナーであり、信頼できる仲間でもあると思うからよ、間違いねえだろ、だったらだよ、だったら石井と矢野コンビ、俺とさ本間で叩き込むしちゃう、それだけだよな。まあ当初一番最初この大会決まった時には、まあ、単なるメモリアルにするつもりはないという発言もありましたけど、どうでしょう、まあ多分ここ数週間で非常にその20周年という意味では、いろいろ取材だったりとか、増えてるんだろうと想像するんですけども、そういう実感、20周年という実感をだんだん出てきて、いやでも20周年っていう実感って単なるさ通過点でしかないんだよな、俺たち俺の中にとっても、で過去のさ20周年を超えたレスラーたち、まあ、先輩方にいるだろう、多分ね、20周年やってきたんだっていうその感慨深いものと同時に、さあこれからだって思うやつの方が絶対多いはずなんだわ、俺ますますそうだもんな、20年、はい、年寄りじゃねえぜ、バリバリだぞこいつらよ、いつでも喧嘩打ってきたらやってるからよ、そう思ってるからな毎日、だから、一つの通過点だよね、昔のことをさ思い出すことはあるよ、あるけど、こっからだと俺思ってるからよ、こっからどれだけ面白いもできると思う、今のそのチャンピオンクラスの岡田、内藤、あのクラスがいるだろう、あのクラスが今さ看板背負ってるだろう、だけどもだ、20年超えた俺たちはさ、奴らのそのベルトに挑戦してみろよ、結果決まってると思うかお前ら、わかんねえだろ、だから面白いんだよ、だその面白いってもんをこの20年を超えた今の俺だからこそ見せていけると思うんだよな、だからこそプロレスは面白いんだよ、その面白いプロレスをお見舞い続けてやるよ、俺それしか考えてねえ今、当日はおそらく、まあ、日本中の真壁ファンが集まるとは思うんですけども、やっぱりあくまでも現在進行形の自分、いやそりゃそうだね、あの会場に来てくれるようなそのね真壁ファン、俺それにこだわらないもの、別に俺全国でほら現場に来てるだろうがテレビ見てるやつだろうがいろいろいるけどさ、まあ俺のファンっていうか俺のこと応援してくれるのは嬉しいけどさ、
俺はそれに何だろうな、とことん感謝なんかしてねえしよ、うん、俺逆に言ったら当然だなと思ってる、うん、俺の試合を見せてるからお前らどう思うって、俺そういう立場にいねえんだからよ、うん、俺これからも俺のこと応援してくださいなと思ってねえからな、うん、だから会場に来るやつらも、うん、テレビ見るやつらも真壁闘技のプロレスを感じてもらいたいよな、うん、だからといって俺のこと応援しろとか思わないもん俺、うん、すげえ試合しちゃうから、うん、だからおめえらいつも言うとおりだよ、まばたきしねえで見届けろってことだよ、うん、それしか考えてない、うん、他にご質問ある方、はい、先シーズン始まった時点では、うん、本音ではやっぱりこの大会はタッグのベルトを取ってタイトルマッチをやりたいみたいなことをおっしゃっておりましたけれども、おっしゃってた俺、はい、おっしゃってたよね、はい、まあそれで、矢野石井組が連続防衛をして、まあこの試合も相手はチャンピオンチームですけどノンタイトルという試合になってしまったことに関してはどう思われますか。どう思われますか。ムカついてに決まってんだろうね。すいませんじゃないわ、説教部屋学校。いやでもマジで思うよ、いややっぱりさ、うん、まあでかい箱、うん、でかいその用意された場所、うん、それでタイトルマッチをするっていうのは多分新日本プロレスのそのマッチメイク の, あの姿勢だと思うから、それはそれで構わないよ、うん、ただ記念すべきさ俺の20周年は、俺そんなこと全然よ、こっち全然みじも思ってねえからよ、うん、その舞台でさ、うん、俺は俺なりの試合を見せてえと思う、だそれがつまらねえかつまるか、そんなことどうでもいいんだ俺にとっては、ああおめえらが何を感じるかってプロレスしてやるよ、ああそれが唯一、ああ20周年、ああって迎えるこの俺のさレスリングスタイルをさお見舞いしてやる、それしか考えてない、ああ終わりかい。まあ、もちろん、3レール続いたんで、2対2だと、こいつらには負けようがねえよっていうような試合にする。見せてやりてえな、ああ、見せてやりてえ。うん。チャンピオンまあ、勢いをさ、間違いなくほら、乗ってんのは分かってんだよ。ああ、俺も実際ほら、ベルト持ってる時もあるからさ、ベルト持ってる時って、是が非でもっていうのとさ、やっぱりその、自分の中でもさ、絶対取らなきゃいけねえんだっていう責務とさ、やっぱりそういうのがあるんだよな。だからそれ以上にベルト持ってるやつは優位なんだよ。確かに優位なんだよ、うん、自分の心に自信があるわけだからな。だけどだ、ああ前回よ二度も行かれてんだろ、ああ俺正直よ腹渡りにくり返ってくからよ、ああその怒りがよどんだけ爆発するかってことだよ、ああそれしかねえな。ああ他にご質問いかがでしょうか。はい、まあ、試合は試合があると思うんですけど、それ以外に何かセレモニー的なものを考えたら何かあるんですか。セレモニー、はい、20周年一応、まあ、試合は試合で現在進行形ってのがあると思うんですけど、まあ、一応記念のセレモニー。セレモニーって考えてるの。一応予定されてます。あんの。はい、何がある内容に関しては当日の、まあ、あ内容は言えないんだ、はい、まあ、逆に今あるとして何か自分真壁さんの中で何か希望というか何かありますか。なんだろうね、うん、セレモニーっていうセレモニーに関してはあれだよね、あ何人か俺が本気で口説けるような女性を紹介していただきそれをテレビ中継しながらその後どうなったかを伝える。どう思う。うんってうなずくのやめろお前そんなわけねえだろこの野郎。まあでもあれだよね、うん、新日本プロレスにこの間あの真壁闘技っていうプロレスがね誕生して20周年、さっきの10年は本当にあのクソみたいなレスラーの価値しかなくて、あ会場に上がろうがねタバコタイムであのお客は引っ込んで休んでる、そんなような状況だったからさ、その後の10年かあっという間だったよな。驚くことあっという間、あ新日本プロレスを支えてきた、うん、もう一回あの構築し直したっていう自信があるからよ俺には。それはもう何年経とうが体力が落ちようがそんなこと俺みじも思ってね、だから誰よりも練習しなきゃいけねえだろっていうのをそれは思ってるからよ、うん、まあ一つ言えることはあれだよな、
何があろうが死に物狂いでリングに上がってやるって、うん、それしか考えてねえからよ俺は。まあこれぞプロレスラーっていう試合よ、見せてやるよ、それしかねえ、うん、あとあれだろうね、プロレスラー真壁刀義として、うん、セレモニーっていう部分はね、うすうすは聞いてたけど、なんていうのかな、それはもちろん一つの、うん、なんだろうな、まあ俺が世話になった方々だったりとかいろんなものがあると思うんだよね、それももちろんそうだし、うん、あとはなんだろう、現在進行形って言ってる部分もあるから、多分ね、一部の人しか多分昔は多分あこうだったんだとかさ、いろいろ思い出して何、うん、ああ懐かしいなってまあ思う人が一部だと思うんだ、今のファンの人たちは多分今の現在進行形を求めてると思うんだよね、うん、だからこそ、うん、こうなったね、生い立ちはこんな感じですよぐらいをさお知らせするつもりではあるけどさ、うん、まあだから現場に来たやつが一番びっくりするんじゃねえのっていう気がするよね、うん、現場に見に来たやつだな、うん、でその時は生中継してんの、新日本プロレスワールドで、はいだよね、うん、だから面白いんじゃねえの、うん、俺だって細かく俺自身が知らないからね、だって毎日忙しすぎてさ全然わけ分かってねえもん、俺も今日昼間仕事したんだからな、この野郎は。お前、暇人じゃねえぞ、この野郎。ほら、お前。それさっき散々前、事務所で管巻いて、お前、それで今に至るって。ってことだ。それでは、真壁さん、お忙しいようなんで、そろそろ、まだいらっしゃいます。先ほど、その10年と、まあ、残りの10年という20年を区切り分けられましたけど、その真壁さんがこのプロレス生活20周年を振り返って、そのターニングポイントになったような出来事とか試合とか、なんだろうね、思い出を語っていただける、うん、すごいもがき苦しんでてさ、うん、試合でアキレス腱を切って入院した時かな、一番なんかものを考えるようになったの。それまでがむしゃらでやっててさ、休むこともなかったんだよね、休むことも許されなかったしさ、俺みたいなペーペーのレスラーがさ、客を呼べない、ね、レスラーがさ休むことは許されなかったんだ。だけどアキレス腱はもうどうしようもねえわけだ、どうしようもねえわけで、もう断裂だからね、動けねえわけだ、うん、そんな状況でたまたま友達だよな、俺のプライベートの友達とレスラーの仲間たちがさ、やっぱりほら両国国技館近いからさ、 G1 中だよな、うん、やっぱりお見舞い来てくれたりするんだわ。そんな時にさ、俺は足のチェックでドクターのとこ行って松葉杖ついてさ、あれだ、あれだ、車椅子ですか、そう、車椅子で来たんだ、そう、そしてさ、あの自分のドア、部屋のドアをパッと開けた瞬間さ、あの西日でバーッとさ光って、あのほら人の影が出るだろな、西日でこう光ってからさ、パーッとこう人の影がさ、俺の仲間の影とさ、そのレスラーのさ、ね、同僚たちがさ、わけあれで喋ってんの、普通さ、ねえだろ、俺のプライベートの人間ね、友達とレスラーがさ仲良く喋ってるなんて、その風景をパッと見た時にさ、あー俺こいつらのためにもう少し頑張らなきゃダメだなと思ってね、うん、それまではさ、俺が有名になってこいつらに何や鼻高くしてやるんだよって、俺真壁慎也のね友達なんだぜって散々言ってくれて胸張れるようなレスラーになってやろうと思ってたね。でもやっぱりその時に初めて思ったよね、ああ、それまでやめようと思ってたから、俺もアキレス腱切った時に、うん、うん、俺決断する時は誰が何と言うと変わんねえからさ、ああ、新日本プロレスがここまでね、俺がレスラーとしてダメなら、ああもうやめろってことなんだろうなと思ってさ、そんな時に西尾をパッと見た時にさ、仲間たちがこうわきあいと喋ってみたら、ああ俺こいつらとね、もう少し頑張らなきゃダメだなと思って、そう思って踏ん張ったよね、うん、それと同時にやっぱほら新日本プロレスもほら今でこそさね、右肩上がりで上がってるけど、その当時はさね、いろんなほら格闘技部分でありね、あの衛星放送だけどさ、一般の方がさ
ね、プロレス以外で見るものがすごく増えたじゃん。だから新日本プロレスの興行成績がすげえ落ちたんだよね。そんな状況も重なるわけよ、その後にね。だからそう思った時にさあ、何、肉体的にもさ夢もなくなくなって、もうね、アキレス腱断裂と同時に夢も断裂されたわけでさ、ああもうやめろってことなんだろうなと思った時にさ、仲間たちを見て、ああ踏ん張んなきゃいけねえなと思ったし、でそれと同時にさ、ここまで大好きで自分を鍛えてしごかれて地獄の思いしたけどさ、生き残ってレスラーになって少しずつ階段を上ってって、時にはねメインイベントもあったけどさ、当時はね、思った時にさ、俺今まで遠慮してたんだよな、どっかで、どっかで遠慮してたんだよ。先輩たちの言うことを聞いて、なんだろうな、優等生じゃないけどさ、こうちゃんとやってればチャンスもらえるんだっていうさ、そういうのずっと思ってたんだよ。その時にさ、もう遠慮するのやめようと思った、もう遠慮してたって何も生まれねえもん、アキレス腱切るわね、うだつは上がらねえわ、本当に水面下でさ、なんかこううごめいていながらもさ、なんつうの、先が見えない真っ暗闇でさ、そんなふうに思った時に、ああもうやめたと思った、全部やめたと思った、もう遠慮するのやめようと思った、よーし分かったって、まあよくある話でさ、中村なり棚橋を会社がどんどんプッシュしてチャンスを与えたわけだ。そんな時にさ、俺は真反対行ってやろうと思った。同じ方向で上がるんじゃなくて真反対で、あいつら以上に上がってやろうと思った。それがもうヒールだよな、徹底的にヒールやってやろうと思って。だってそうじゃん、俺がガキの頃にさプロレス見て育ったのもさ、この金井家が言ってさ、例えばタイガーマスクなりそうだし、ね、ダイナマイトキッドもそうだし、あと小林邦明さんもそうじゃん、で長州さんと藤谷さんもいたろ、ああいうの見たらさ、やっぱりこう強烈なヒール、新日本プロレス、プロレス界に足りねえのはそこなんだな、悪が足りねえんだなと思ったんだよ。その悪が、悪の足りなさをみんな気づいてねえんだよな。だったらさ、俺そこでその当時の棚橋なり中村だよな、たち追い抜いて上からねじ伏せてやろうと思って、であの女追い抜いたじゃねえか、叩き潰したろ。そしたらどう思う、新日本プロレスの業績がどんどん上がっていったじゃねえか、プロレスがこうなったの、こうなってきちゃうんだんだん、それ見たことかじゃねえけどさ、だろ俺正しいじゃんと思ったよね。その瞬間ですよ、僕が GBH を追い出されたの。笑うとこじゃねえからな、お前な、そこは笑うとこじゃねえから、俺は孤独だったよ、そんな話どうでもいいんだよバカ野郎。でもそこだよね、俺は本当にそこだと思ってるんだ。なんだろうな、こんなことところで言うことじゃねえけど、本当に好かれたかったらさ、俺のこと好きになって好きになって言わないよね。どっちかって言ったらさ、嫌い、あ別に構わないよって、俺はって俺の生き方、てめえの生き方を通すだけだから、だから好いてくれんじゃん、みんな。だからそれだけだよね。俺はもう自分の思った、真壁刀義というレスラーの思った通りしか動かないから。もうそれを信条としてるね、今。で、今があるから。で、その20年じゃん。残りが10年だよね。それで今までこう、突き抜けてきたつもりではあるから。まあそこで、矢野であり、石であり、またこいつらか。じゃあやってやるよ、俺が変わったように奴らも変わってるからね、本間も変わってるじゃん、みんな変わってんだよね、なんだかんだ言いながら、だからこそ今は面白いんだよね、だからそう思うよね、俺真面目かっつーのな、だからなんか突っ込めって恥ずかしいだろ。すいません、その一方ですね、はいはい、この10年であの
99.9 でドラマも出る、うん、バラエティーでも、はい、引っ張りたこと、そういうあのヒーロー志向されてる真壁さんの話とは別に、またお茶の間で人気者になってる自分というのはどのように今捉えてますか。やっぱりね、お茶の間の皆さんは見抜くんだよね。真壁陶器はすごいいい人なんだって多分見つけちゃうんだよね。今までは道端歩いててさ、みんなあの何道がパーッと開くんだよね。本当にどけって言わない限りパーッと開いてもモーゼの10回みたいな。ああ俺すごいねと思ったんだけどさ、最近は逆に道が詰まるんだよね。寄ってくるんだよね。人気があるんだろうね。そんなのは冗談できてさ、でもやっぱりあのなんとのやっぱりその GPH 追い出されて、うん、そこから奴らとまた、うん、対照的なその立場になって、うん、やり合ってたのが今に響くんじゃないかなって。それと同時にやっぱりその新日本プロレスさらに上に上げるにはどうするかっていうのを俺はずっと考えてたから、もう四六時中なんだ。もちろんプロレスをやりながらも四六時中、今もそうだよね。今も現在も今いろいろ考えてるな。それはただプロレス以外のものを考えて出るんだったら、じゃあプロレスラーやめちまえって話なんだよね。だけどプロレスラーやめたら俺意味がねえんだわ。ああだから道場行って誰よりも練習してる自負があるし、うん、早朝道場が開く前に勝手に道場をね自分で入って練習してそれから仕事行ったりしてるから、俺これ自慢でも何でもないけど当たり前だと思ってるんだこれが、うん、俺が若い時からずっと教わったことでもあるし、うん、多分これからも多分変えれないんだよな、うん、恐怖心があるからやっぱり、うん、やっぱり少しでも練習サボるとてめえのレベルが下がるんじゃねえかとかさ、そのなんていうの、まあトレーニングジャンキーではあるんだよね、うん、もういつもその恐怖心で戦ってるっていう、もうだからうちのレッスンはみんなそういうやつばっかりだからさ、まあこういうプロの職業が当たり前だ当たり前だよね、うん、だからそんな中で、うん、まあこんなめちゃくちゃおっかないプロレスラーがスイーツ好きという一面をお茶の間の皆様にひけらかし、いやほんとさ俺最初ねそのスイーツの話さどうですかって言われて嬉しかったけどさ、いや俺いいのかと思ったよね。俺がお茶の間にそんなさスイーツ好きなんてバラしちゃったらお前なんかそれはそれでなんか人気が下がるんじゃないかなと思ったんだよな。プロレス人気はね、あ意外と普通の人じゃんなんですねさ、まあ、まあ普通の人なんだけど、まあ、プロレスやってるかやってないかの話でさ、まあでも明らかにその俺の独自な表現食レポ、まあこれがこうそうした、うん、そんな感じ、うん、でもよかったよね、うん、だってさ俺別にそんなとにかくさ表現力があるわけでもねえしさ、なんていうの頭そんな切れるわけでもねえんだわ。ただ俺が思った通りってことはさ、どういうことかって言うとさ、一番素人に近いんだよね。一般の方と近いのよ、考えてることとか思うことが。だそれをストレートにただ俺が伝えてるだけだから、だからそれが良かったんじゃないかなと思うけどね今ね、うん、まあそんな感じだとほらバラエティーもそうだよね、うん、だから俺が今までさテレビ見ててさ、あーすげえなーとかさ、ダウンタウンすげえなーとかさね、そんな人たちとさ、ね、一緒に番組やらせてもらってさ、まあそれは感激したけどさ、もう今もうガチガチになるよね。緊張するよねやっぱり。この俺でも緊張するんだぞ、すげえなって、ハマちゃんすげえなと思ったりするもんね。でもやっぱり何て言うのかな、少なからずさ番組俺を使ってくれてる以上さ、やっぱりインパクト残してるじゃん。だからインパクト残すけどね俺は。うんうんってやめろお前らなあ、そういうことだ、うん、でもありがたいよね。俺がやっぱりねガキの頃だけの若い頃だね、テレビに行った時にさ、例えばライガーがさうっちゃんなんちゃんの番組出たりとかさ、あのプロレスラーが一般の番組出るってすごい画期的だったんだね。でプロレスファンな俺たちはさそれを見てさ、うわすげえなー、やっぱプロレスラーが出ると元気出るよねってイメージだったんだよね。それを今この時代になってさ俺がやってるからこそさ、うん、それを見届けてるあのね子供たちとかさね、ストレスのあるようなその一般の方たちがどう思うかなっていう、うん、まあどう思ってもらっても構わないんだけど、うん、
それが一番いいんじゃない。他にいかがでしょうか。大丈夫ですか。ないんかない。あ、そう、なんかあんだろう。はい、まあ、中部さん、僕はヤングライオンとか若い頃すごい苦労されてたと思うんですけども、うん、自分の頃と今のヤングライオンの人たちを見てこう、この新日本の形態っていうか、そこら辺はどう感じますか。いいよね、いいよね、優しくて、みんな本当ね、天国だなと思うよね。まあそんなこと言ったら悪いけどさ、今の若いやつらは今の若いやつらでのいろいろ悩みとかさ、うん、まあ葛藤なりいろんなものがあると思うよ。だって結果的にほら、先シリーズ、一昨日終わったシリーズでもさ、バスの中怒鳴り声もう飛び回ってるからね、ちゃんとやんねえから、それは教育だからさ、しょうがねえんだよな。その怒り方の強弱ってもちろんさ、選手によってそれぞれ違うからさ。たださ、俺20年超えてくるとさ、意外とさ、今の10代のやつらとかさ、20代前半のやつらはさ、ねえ、なんつうのかな、可愛く見えてきちゃうんだよね。一生懸命、お頑張ってんなって、お前らよくやれよ、頑張れよって、以前の長州力さんを見てる感じよ。長州さんがさ、一番最初俺入門した時ね、本日入門した者、真壁慎也です、よろしくお願いします。ああ、お疲れさんって言うのさ、はい、よろしくって言ってさ、まあ、それ笑うとこじゃねえから、本当にね。これ後で怒られるから、俺。そしたらさ、俺のこと呼ぶときにさ、おい、僕って呼ぶんだよ。おい、僕、お茶持ってきてくれって。バール言ってる意味。そんな感じよ、イメージで言うと。だから、あいつらはあいつなりの厳しさがあるわけ。だって20年経ってたんだよ、お前。20年経ったらさ、俺らはその若手の頃と同じような社会情勢とかね、社会の風習もなんかいろいろ変わってるだろうしさ。そんな状況の中で、あ、一生懸命頑張ってるなと思うよ。だって当時の俺の大将時代の新弟時代と 100% 違うから、 100% も変わってないからな。ただ 80% 変わってる。だからまあいいなって思うよ。まあでも今のやつ一生懸命頑張ってるよ、本当に頑張ってる。今だって俺が怒鳴り散らす前にさ、俺よりも下の若いやつらどうなりちゃいますからね。それを見ながら、ほーって思いながら見てるからさ、いいんじゃない。まあだから新日本のその若手のさ、20年見て思ったのは、楽な時代はねえよな、なんだかんだ言ったって。やっぱ厳しいもん、うちのやつら、だからそれがやっぱり継承されてくから今の新日本プロレスがあるんじゃねえのと思うんだよね。必ず落ちたら上がることしかねえじゃんか。落ちきったら上がるしかねえだろ。で上がるとことん行けばいいだけの話だからさ。俺やっぱすごいね、コメントがね。なりませんでしょ。俺ちょっと今自分褒めたね。もういい。もうよろしいでしょうか。もうでも。なんか俺が迷惑かけた。いやいやいや。なんだろう。思いの丈は全て。はい、分かりましたね。思いのだけは大丈夫でしょうか。はい、それでは記者会見以上とさせていただきます。この後は